不安を減らす方法ベスト3。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は伊豆高原一匹子からお届けしています。今日は質問いただきました。勝さん49歳男性、第三セクターの所長に来春から就任することが決まりました。はっきり言って自信がありません。どうしたら良いのでしょうか。追伸ストレスフリー超大全楽しく読ませていただきました。昇進なのでね、本来であると非常に嬉しいことだと思うんですけども、仕事内容も変わるし、おそらく人間関係も変わるし、部下とかそういう人も変わってくるので、全く新しいスタートということになりますね。昇進もそうですし、転職あるいは転勤、そういった変化に非常に弱いので、注意していく必要というのが一つあると思います。今回はね、別にこのシチュエーションに限らずですね、何か不安な出来事があった時にそれを消し去る方法を3つお届けしたいなと思います。ストレスフリー超大全にもね、不安を減らす方法はものすごく詳しく書いてあるんです。もともとストレスフリー超大全っては不安を消す教科書というタイトル案もあったぐらいなので、ストレスフリー超大全に書いてあるのは、まず行動しろっていうことと、不安を消すためには悩みをトゥードゥに置き換えるといいよ、対処法に置き換えるといいよ、そしてそれを行動しよう、行動しないで黙ってるから不安が増えるんだよ、行動してると不安っていうのは減少していくんですよ。不安っていうのは生物学的に見て今すぐ行動しろっていう合図なので、行動しないとどんどん増えてきます。何もしないと不安は強まってきます。何かをしてると不安は楽になってきます。ということを踏まえ、ストレスフリー超大全では書いてない不安を解消するいくつかのちょっとプロセスっていうのがあるので、今日紹介したいと思うんですけども、不安を消す方法のベスト1、情報聴取っていうのが大切です。不安になった時って脳の中でどういう反応が起こってるかっていうと、扁桃体っていうのが興奮します。扁桃体っていうのは何か猛獣に出会った時に危険か危険じゃないか、あるいは何か変な食べ物を食べそうになった時危険か危険じゃないかと、ボールが飛んでてきた時に危ないっていう危険だっていうのを 0.05 秒ぐらいの速度で瞬時に反応して危ない、そうじゃないとボール当たるでしょ、ボール避けますよね、こうやって来た時にね。それが避けれるっていうのは、その扁桃体が危ないっていうのを判断してすぐ運動神経に指令を送るからなんですね。これじっくり考えてるともう当たっちゃいますので。で、人間が不安になった時に扁桃体が興奮しているとしたならば、扁桃体を鎮静する方法ってどういう方法なんでしょうかって言った時に、言語です、言葉です。例えばこういう野原みたいなところ歩いてる時に蛇がいたとしましょう。うわっ、びっくりして避けますよね。だけどよく見たら蛇じゃなくてロープだったと、あ、なんだロープかっていう、これ言語的な情報っていうか、理解、理性、思考ですね。これをやるのは人間の大脳皮質なんです。主に前頭葉ですね。そこを考えて、前頭葉からの言語情報、言語自体は側頭葉ですけど、そこを判断するのは前頭葉ですから、前頭葉からこの指令が行った時に、あ、なんだ大丈夫だっていう、蛇じゃないよっていう指令が行った時に安心しますよね。だから言語情報が入ると人間っていうのは安心するんですよ。なので何か不安になった時に安心するような情報をたくさん入れるっていうことが重要です。ということで、ベスト1が情報収集なんですけど、今このお話をいただいた場合において、今度行く職場ってどんな職場なのっていうことを、例えば前任の所長さんに聞いてみると、でどういう仕事内容ですかとか、あるいは人間関係どうなってるのとか、どういう僕が難しかったですかとか、大変なことは何でしたかとか、引き継ぎってあると思うんだけども、普通の引き継ぎってその仕事の内容をただ引き継ぐだけなんで、もっとこのざっくばらんにね、実際人間関係とかどうみたいな、そういうところも詳しくね、教えてもらうってことが大切だと思いますね。要するに人間が不安になるのは情報不足だから不安になるわけですね。ということで、不安な時は情報を集めるってこと、とても重要です。だからこのカバチャンネルに質問を送ってくるっていうのもそういうことでしょ。もっと詳しく分かれば安心できるよっていうことが悩み解決って本質なのでね。だからとにかく不安なことがあったら調べるってことをやってほしいです。不安を減らす方法ベスト3のベスト2は学びですね。読書と言ってもいいでしょう。このように動画を見て学ぶってこともいいでしょう。一番簡単にできる方法っていうのは読書ですね。例えばこういうふうに管理職になった時に仕事の内容が変わりますよとか、人間関係も変わりますよってね。本屋さんに行ったら、管理職になったら読む本とか、初めてのマネージメント術とか、そんな感じの本って必ずもう何冊も出てるんですよ。ベスト1のね、情報を集めると同じなんですけども、本を読んできちんと論理武装してノウハウを学ぶっていうことですね。これをきちんとやってほしいと思います。ほとんどの人はやらないと思うんだよね。実際に赴任して、あ、困った、どうしようって言ってから、おそらく本を読んだり対応する人が多いと思うんだけど、事前にやる人ってほとんどいないと思うんですね。10人に1人いるかいないかぐらいだと思うんですけども、私とかはやります。事前にいろいろ調べたりですね、するのが大好きなので、海外旅行に行くときもいろいろ調べるのが好きなんですけども、そういう風に怒ってから対応するんじゃなく、事前に調べておくと安心できるんですよ。分かりやすく、だから海外旅行だと分かりやすいと思いますけど、いろんな情報を得て、こういう時はこうだよとか、ここの地域は危ないよとか、そういう情報が入ってれば安心できるじゃないですか。なんでやっぱり情報は安心、そのために情報一番安いのは本なので、本を読んで勉強しようということと、学びによってですね、ステップアップするということ
ことですね。今まではそのセンター長じゃないけど、まあまあ中間管理職ぐらいだったかもしれません。それがいきなりポジションが上がるので自信がないってことでしょ。自信がないってことは今の実力で通用するのかしらってことなんですよ。だから逆に言うと今の実力だと通用しないかもしれないから頑張ってステップアップしていけばいいんですね。赴任した直後は難しいかもしれないけど、とにかく行ってから成長するように頑張っていくしかないのですね。そのセンター長に見合うような知識経験いろんなものをね、さらに身につけて学んでいくということですね。だから今のレベルでは不安ですけど、一歩高いレベルに上がれば、うん、大丈夫ってなると思うので、そこに上がっていくということが必要です。不安を消す方法ベスト3の第3位、ポジティブアウトプット、フィードバックしよう、よく私言いますね。フィードバックって何かっていうと、何かアクションを起こしてアウトプットした時にうまくいかなかったこと、失敗した点、ダメだった点を3つ挙げましょう。もう1個、うまくいった点、成功した点、頑張った点を3つ挙げましょう。ネガティブな点とポジティブな点を両方同じくらいの数を出してバランスをとって、それでニュートラルに物事の全体を把握し、次のトゥードゥを決めていく、次の対処法を決めていく、改善法を決めていくっていうのがフィードバックです。新しいこの仕事にね、これから行こうとするあなたは、人間関係がうまくいかなかったらどうしよう、新しい仕事がなんかもうすごく大変だよ、忙しかったらどうしようみたいなね、ネガティブなポイントを多分考えてるから不安になるんですね。楽観的に考えて、いや次の職場行ったらまあ給料も上がるしイエーイとか、北海道に赴任するんだけども北海道で美味しいラーメンやスープカレーでも食べれるぜイエーイとか、そういう楽しいことを考える余裕がないので、逆に言うとそういうポジティブな妄想で、ね、この仕事でしっかりこなしてね、上司からもっと褒められるように頑張るぜとか、プレッシャーが強いので昇進を断りましたとか、断りたいですっていう、そういう質問もあるんだけど、昇進っていうのはチャンスなので、自己成長するチャンスです、さっき言いましたように。だからただそこに行って仕事だけこなしてれば自己成長もしないし、逆に言うとそうするとはこいつダメなやつだなって言って部下の信頼も失うし、そっぽ向かれたりいじめにあったりする可能性もあるので、チャンスとピンチはね、表と裏と裏腹であるわけですから、自己成長のチャンスと捉えてっていう風にするとポジティブな見え方っていうのも出てくるはずなんですね。それを書いていくってことです。書くっていうのがアウトプットの非常に強い形なので、話す、書く、行動する、ありますけど、書くというのがアウトプットの強い形なので、書くということをしていただきたい。だから新しい職場に赴任した時にどんないいことがあるのかしらってことを10個ぐらい書いてみたらいいですね。これぜひね、3つぐらい書けると思うんですけど、7個以上できれば10個書いていただけると、なんかこの新しい職場、新しい仕事、なんか楽しそうっていう形になります。ということで、不安を消す方法ベスト3、情報聴取、学び、読書、ポジティブのアウトプットね、3つお伝えしましたけども、別に昇進するってことに限らず、転職するとか、新しい仕事に就くとか、あるいは赴任するとか、新しいことを始めるとか、まあ、いろんな場合です。全て使えるね、黄金の3ステップとも言えますので、不安なことがあったら情報を得て学び、ステップアップし、ネガティブなことばっかり考えるんじゃなく、ポジティブなアウトプットをするということで、9割方減らせるんじゃないかなというふうに思いますので、不安を消す方法、ストレスフリー超大全にも書かれていますけども、ちょっと違った角度から今日は紹介しましたので、参考にしてください。不安になると〇〇が苦しくなる。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日は質問いただきました。桜吹雪さん、51歳女性、ここのところずっと胸のあたりが息苦しく、病院でいろいろ検査をしましたが特に異常はありませんでした。薬も使っていますがあまり良くありません。最近コロナのことで不安が強いので精神的なものかと思ったりします。精神的にこんな症状が出ることはあるのでしょうか。胸のあたりが息苦しいという症状ですね。これは精神的にはものすごくたくさんあります。ものすごくたくさんあります。あるあるですね。精神科あるあるです。もう一つこういう質問もいただいてます。ちえちゃんさん、56歳女性、新型コロナウイルス発生以後、朝目覚めた直後から激しい動悸が起こり、すごく不安です。精神的に弱く、前から時々弱い動悸はありましたが、この頃毎朝激しく起こり、樺沢流春呼吸やあのことに集中し直しています。どうしたら朝からこの症状が起こらなくなりますか。動悸ですね。心臓がドキドキするってやつです。不安の症状っていうのかな、うつの症状でもあるし不安の症状でもあるんですけども、だいたい胸が苦しくなるとか、心臓がドキドキするとか、あと息が苦しくなる、これがひどくなってくるとパニック発作みたいな形になってくるんですけど、心臓が苦しい、息が苦しい、心臓がドキドキする、これはものすごく多いですね。ものすごく多いです。ものすごく多いんですけど、心臓がドキドキするかって言って、じゃあ心臓内科に行ってですね、心電図とか取って異常がありますかっていうと、ないですね。そこであった場合はその心臓の病気ってことになるので、メンタルの原因ってことじゃないですけども、だいたい不安な状態とか心配事があって胸が苦しくなったり息が苦しくなったりするってことは、これはメンタルな症状であるというね、不安症状であるっていう風に捉えられます。今コロナの皆さん、いろんなね不安を抱えている。あるアンケートによると、だいたい今80%から 85% ぐらいがコロナに対する強い不安を抱えているというね、そういう調査が今日見ました。そのぐらいほとんどの人がですね、コロナについてやっぱり何かしかのやっぱ不安とか心配を持っているという、この昨今の時代において、自分自身の体調をねきちんと管理していかなくてはいけないということがあります。逆に言うと、鬱とかですね、メンタル的に弱ってくるとなると免疫力も下がってくるので、コロナとかに逆に感染しやすい状態を自分で作ってしまうということがありますよね。なのでメンタルの体調を整えていくってことが、免疫力であるとか体の体調を整えるってことにもつながってきますから、コロナ時代でいろいろ不安が多い時代だから、
からこそメンタルを整えていくってことがとても大切です。その中においてこういう胸が苦しいとかですね、心臓がドキドキするって方は、病気の場合ですね、健康があって病気がある、例えば健康があってうつ病という状態がある、その間にですね予備群と呼ばれる状態がありますね。例えばうつ病の場合だと軽うつ、軽いうつですね、あるいは前うつ、前のうつと呼ばれるようなこともあるんですけど、いきなり激しいうつ病の症状がポンって出るってことではなく、例えば今ね胸が苦しいとか心臓がドキドキってする方もいらっしゃいますし、気分が落ち込むって方もいらっしゃるし、眠れないとか食欲が出ないとか、そういういろんなうつの症状が徐々に進行してきて、ある瞬間ドーンとこう爆発するようにして、何もしたくないとか、もう学校に行けないとか仕事に行けないとかいう風になってくるんですね。なので今ここでお寄せいただいた胸が苦しいとか心臓がドキドキするのがひどいとか、パニック発作のような症状が出るとか、頭がハッと血が昇るとか、そういうものっていうのはうつ病やるよ、何がしかのメンタル疾患の予備群である、前駆症状であるという風に捉えた方がいいですね。逆に言うと非常にストレスがかかって結構やばい状態になっているという風に捉えた方がいいです。じゃあどうしたらいいのっていう場合においては、今まで言ってますように睡眠、運動、朝散歩っていうことをねやっていただきたいと思いますね。なかなか今運動外出るのもあれだということで、なかなかね運動不足になっているということで、そういうことが原因になっている可能性もあります。ですから私の場合は朝の人とも会わないような時間にですね、ちょっと外をね散歩したりですね、大空の下を15分ぐらい散歩するだけで気分っていうのはものすごく晴れやかになりますし、セロトニンが活性化しますので、そういったことをちょっとやっていくだけでもですね、気分がすごく明るくなります。やっぱり外私出たくないわって方は、家の中のベランダの日の当たりのいいところに座っているだけでもですね、日差しっていうのが当たってセロトニンが活性化しますから、気分が明るくなってまいります。家から一歩も出ないでずっと家の奥の方に行ってこもっているとですね、それは誰でも気分が落ち込んでですね、具合が悪くなってきますし、不安も強くなってまいりますね。なのでこういう時だからこそ、睡眠、運動、朝散歩っていうねようなことをやって、自分自身のメンタルをね整えていっていただきたいと思います。どうしてもそれでも本当にもう不安で不安でしょうがないということになった場合によって、初めて精神科行った方がいいのかなっていうねことが出てきますけれども、今はコロナの原因でしょう、どう見てもね大体の場合は。だからそれが収まっていけば、自然とそういう不安症状も収まっていくはずなので、多分あと1ヶ月ぐらいすると、今よりはおそらくいい状態にね、コロナの患者数とか死者数っていうのも今よりいい状態になっていくと思いますので、ここ1ヶ月ぐらいをねなんとか乗り越えていけばいいと思いますから、そういう体調を整えたりするという形でですね、しのいでいただけると、病院に行ったり薬を飲んだりするレベルまでいかないでね、収まっていくんじゃないかなというふうに思いますので、今みたいに胸が苦しいとか心臓がドキドキするっていうのは、非常に黄色信号が灯っているということなんで、自分自身の管理というものを今一つ注意していただきたいなと思います。精神科医カバ沢翔のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。うつと不安の違いは、精神科医カバ沢翔のカバチャンネル、今日は伊豆高原桜のトンネルからお伝えしています。今日は質問いただきました。ハロさん、49歳男性、抗うつ薬と抗不安薬の違いを教えてください。そもそもうつと不安は違うものですか。非常にいい質問かと思いますね。今までなかった質問かと思いますけど、うつと不安っていうのは全く違いますね。全くの別物でございます。うつっていうのは気分の落ち込み、あるいは憂鬱な気分、あるいは興味喜びの喪失といって、自分が好きだったことを全く興味がなくなってしまう、そういったような状態をうつ状態というふうに言います。不安っていうのは文字通り不安なんだけども、いろんな先のことが心配でしょうがない、いても立ってもいられない、不安な感情気持ちが湧き上がってきてじっとしていられない、そういった状態が不安でございますね。逆に言うと、うつっていうのは精神運動抑制って言って、精神のエネルギーがすごく減ったような状態、不安っていうのはいても立ってもいられない、わーって言っても見るからにじっとしていられないような状態が不安ですから、精神運動興奮っていうものに近いわけですね。ただ重要なのは、うつの患者さんでも不安っていうのは合併することがあります。うつの状態の中においても時々不安がものすごく強まったりするっていうこともありますので、それぞれ全く別な症状なんですけど、合併して起きるってことはあり得るんですね。薬で言うと、抗不安薬と抗うつ薬っていうのは全く違うものです。抗不安薬の代表的なものはベンゾジアゼピン系の抗不安薬なんですけど、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬はベンゾジアゼピンリセプターにくっつくことによって不安を減じるという、鍵穴に鍵を差し込んでねじることによって不安がキュッと落ちるという、そういう機序ですね。 SSRI っていうのが抗うつ薬の中で今一番使われているものですけど、 SSRI っていうのは選択的セロトニン取り込み阻害薬ということで、セロトニンの受容体に作用しますね。セロトニンって分泌されたと取り込むんですけども、その取り込み口に栓をすることによって、取り込めないからどんどん池にこう水を溜めていくような形で出口を塞ぐことによってセロトニンの濃度を高めるみたいな、そういうのが SSRI です。ですから全く作用機序は違います。でベンゾジアゼピン系の抗不安薬とは、薬を飲んでから10分20分とか30分ぐらいで効果っていうのは出てきます。抗不安効果っていうのは SSRI の場合はだいたい効果が出るまで
まで 2,3 ヶ月かかるというふうに言われています。なので SSRI の場合は毎日飲まないと効果が出ません。1日おきに飲んでても効果は非常に薄いか出ないかと思います。抗不安薬な逆に言うと飲めばすぐ効く薬ですので、常に不安がある人は毎日飲んだ方がいいんでしょうけども、時々しか不安が出ない人は時々その度に飲めばいいっていう形になってくるので、飲み方も全く違いますね。であと診断で言うと、うつが強い人は大うつ病っていう診断名になりますけども、不安が強い人は不安障害っていう病気になりますので、基本的に全く違う病気であるということになりますね。ただ病気以外にさっき言った症状としてね、うつ症状っていうのと不安症状って言った場合で言うと、不安障害の人がうつ的になる場合もあるし、うつ症状の人が不安を呈する場合もありますから、両方っていうものが同時に出るっていうか重なって出るってことはよくあることなので、それはそれとして覚えておくといいかなと思います。という形で、うつと不安っていうのはものすごくよく使われる言葉ですけども、その違いの意味っていうのは私は初めてこれだけ詳しく説明したので、世間的にも多分あまり説明されてないんじゃないかなと思いますので、皆さんもちょっと、あ、こういう違いがあるんだ、自分は不安の方だなとか、自分はうつの方だなっていうのね、分かりやすかったかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。同時にリラックスする方法ベスト3、精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日は金沢の武家屋敷跡からお届けしています。今日は質問いただきました。ポコポン第三形態さん、40歳女性。上手な気の緩め方を教えてください。私はつい頑張りすぎてしまうので、意識して緩急をつけるようにしたいのですが、ダラダラしすぎたり、普段と違うことをすると逆に疲れてしまいます。結局、適度なストレスがある方がいいという結論に達し、また頑張りすぎてしまいます。どうしたらいいですか？リラックスするのが苦手という人が多いですね。私の本によく書かれているのが、緩急をつけましょう。仕事をする時はバリバリ働きますが、家に帰ってきたらのんびりしましょう。家に入ってきてもアクセク動いてると一日中動き回った状態で全然気を緩む暇がない、神経の糸が張り詰めてしまう、ストレスが解消する暇がない、夜にアクセク動いてると睡眠のモード、副交感神経が優位にならないのでなかなか睡眠に入りづらい、もしくは寝たとしても睡眠が深くならないということで、緩急をつけないとものすごく健康に悪い、メンタル疾患にもなりやすく、体の病気にもなりやすいです。昼間どれだけ忙しくてストレスかかってもですね、夜の間にリラックスして副交感神経が優位になって免疫力が高まっていくと、ほぼほぼ回復するんですね、人間というのは。なのできちんと一日の中でそういう疲労の回復の収支っていうのは合うようになってるんです。そのためには家に帰ってきてからリラックスする、のんびりするっていうことは不可欠なんですね。しかしそれが苦手な人がいる。これメンタル疾患のある人大体苦手なんですね。やっぱりね、家帰ってきたらリラックスしろって言ってもリラックスできませんと。あるいは例えばうつ病の患者さんで2週間自宅療養してください。いや、自宅療養しても心配で心配で、仕事がどうなってるのか心配で、もうリラックスなんかできません、ついつい仕事のことを考えてしまいますみたいなね、人が多いんですよ。だからメンタル疾患になってるんです。なので今日質問いただいた方のようにリラックスするのが苦手ですっていう方はですね、少なくないと思います。そこでじゃあどうすればリラックスできるのかって話ですけども、上手にリラックスする方法ベスト1は入浴、お風呂ですね。これがいいと思いますね。カバサワの考え方の基本なんだけど、メンタルを整えるためには体を整える、逆に言うとメンタルをコントロールすることは不可能です。普通の人間はよっぽどトレーニングを積んだりね、そのアスリートみたいに修羅場をくぐったりするとね、メンタルのコントロールできると思うんだけど、普通の人間はメンタルはコントロールできません。不安なことが浮かんでくる、不安なことを考えないようにしなさいって言ってもできないです。それは普通の人は、もしできたらメンタル疾患なんかもともとなるはずがないのでね、メンタル的なコントロールはできないというふうに皆さん考えてほしい。できるのは体の調整です。体のコントロールです。だから睡眠運動、朝散歩しなさいっていうのはメンタルと全く関係なくできるので効果が高いんですね。リラックスにおいては入浴というのが一番リラックス効果があります。なぜかというとお風呂に入ることによって筋肉が弛緩するからです。筋肉が緩むからです。温めることによって筋肉が強制的に緩むからです。つまり体が強制的にリラックスのモードに入ります。お風呂に入って上がるとホワーンとした気持ちになりますね。そうすると交感神経から副交感神経に切り替わってるわけです。そうするとしばらくするとポワンとした気持ちになって眠たくなってきたわみたいな形になると思うんだけど、強制的にそういうリラックスモードに切り替えることができる、その非常にいい方法は入浴、お風呂に入るってことですね。睡眠にいいお風呂の入り方は寝る前90分入浴、寝る前90分前にお風呂から上がるっていうのが非常にいい入浴方法として知られております。ですから夜11時
に眠りたいなと思ってる人は1時間半前ですから9時半にお風呂から上がるといいです。ですから実際は9時から9時半ぐらいの間に入浴するっていう形になるかな。そうすると90分の間に徐々に気化熱で熱が奪われて深部体温っていう体の内臓の温度が1度ぐらい低くなるとですね、睡眠にものすごく入りやすくなる。その状態においては筋肉も非常にほぐれてリラックスの状態になっているという形で、寝る前90分前入浴というものがですね、ものすごくリラクゼーション効果が高く睡眠にもいいということなので、お風呂に入っている時にものすごく緊張してしまいますっていう人はあんまりいないと思うんですね。熱いお風呂に入るとですね、交感神経が優位になってしまいますので、リラックスするための入浴ということで言いますと、いやいやぬるめの40度とかあるいは40度以下のお風呂に入るのがいいのではないでしょうかね。のんびりとのほほんと入れる熱いお風呂が好きな人はそれはそれでいいと思うんだけども、のほほんとした気持ちになるってことがリラックスしてることなので、のほほんとできるような温度のお風呂に入るといいと思います。上手にリラックスする方法ベスト2は運動、睡眠運動朝散歩また運動かよって思うかもしれませんけど、この運動はですね、どっちかというと激しい運動、中強度以上の運動ですね。若い人はジョギングであるとか、あるいはスポーツジムに行って結構激しい、例えば私はエアロビクスとか行きますけど、そういったものをして汗を流すとか、筋トレとかをして汗を流すとか、結構激しめの運動ですね。これをやる、日中でもいいと思うんですが、寝る直前にやると寝られなくなりますので、寝る2時間以内に激しい運動はしないでほしいんですが、仕事終わってからちょっと一汗かくというのがね、いいんじゃないかなと思いますけども、そうなってきた場合において、運動した後にね、疲れてフワーっとした気持ちになると思うんですね。あー疲れたな、フワーって感じになる。筋肉をリラックスする場合ですね、例えばグーッと上に伸びてふっとこう力を抜くとリラックスできるんですね。こうやって立ったままの状態で、はい筋肉をリラックスしてくださいって言っても難しいんです。一旦こうやってグーッと筋肉を収縮させてふっと力を抜くと、誰でも筋肉を弛緩させることができる。緩めるためには一旦それを緊張させるってことが重要なんですね。だから運動するってことはその筋肉をね、激しく使うってことになるので、筋肉を激しく使った後は疲労もあって、筋肉はリラックスしやすい状態になる、体がリラックスしやすい状態になるということですね。あとそういう中強度以上の運動をするとですね、成長ホルモンというのも出ます。成長ホルモンというのは睡眠を非常に促すホルモンですね。疲労回復ホルモンと言ってもいいですから、疲労を回復する、そういうリラックスしたこの状態に持っていってくれるホルモンというのも運動によって出るわけなので、運動する、それも軽い運動ではなく、ある程度汗を流すような中強度以上の運動というものを一日の中でやっぱり入れていくということがリラックスするね。運動自体は緊張ですけども、体の交感神経に入りますが、運動した後に弛緩する、副交感神経に入りやすくなるということでございます。上手にリラックスする方法ベスト3、自分なりの癒しの時間を持つ。何でもいいんですけど、例えば私とか映画を見るとかですね、あるいは家で見た場合は Amazon プライムかなんかでドラマを見るとかでもいいんだけども、なんか自分が真に楽しめるような、あるいはそういってのんびりできる、リラックスできるような時間を持つってことですね。なのでなんかアニメとかをね、見てるとかでもいいと思うんだけど、それ見てる間は不安なこととか心配なこととか仕事で失敗したこととか考えないで済むじゃないですか。30分アニメを見てれば、その30分の間はその嫌なことを考えないで済む、そういう極上の時間、癒しの時間というのをね、持つようにするといいと思います。それのためには没入するってことが重要なんですね。その何かに没入する、楽しむことに集中できないといけない。嫌なことを考える、不安なことを考える、心配なことを考えると、ノルアドレナリンというのが出て緊張状態に陥ってしまうわけです。何か楽しいことに没入すると、その間は不安なことを考えないのでリラックスできるという考え方ですね。読書とかもすごくいいと思います。本を読むというのもいいと思います。音楽を聴くっていうのもいいと思います。あとアロマとかですね、マッサージ、まあ、そういうのでのんびりするとかね、のんびりとしたら自分なりのこの癒しの時間、極上の時間というものを持つ趣味でもいいです。それがとても大切だと思いますね。何もしないでいると緊張しやすいんです。さっき言った緊張しいの人、リラックスが苦手という人はですね、何もしないでいるとどっちかというと緊張モードに陥ってしまうので、何かに没入することでリラックスするということはとてもいいことだと思います。ということでですね、上手にリラックスする方法ベスト3というものがありました。自分なりにリラックスするルーティンといったものをですね、作っていくということが結構大切なんじゃないかな。お風呂に入って、その後ね、のんびりして眠るみたいな、このルーティンが出来上がると、体はそれに慣れていきますので、リラックスしやすくなります。自分なりの癒しの時間、睡眠へのルーティン、寝る前の緩める時間、これをね、自分なりに工夫しながらルーティンを作っていってほしいなと